はるです。今回もですねオーダーいただきました。アートを描いていこうと思います。で今回のオーダーがですね、できれば水色系、まあ青色系でもピンクでもいいです、というかもう何でもいいですっていうねオーダーでして、すごくね嬉しかったです。だってさ、知らない人というか、まあオーダーいただくときにね、まあお任せですよね、何でもいいって言われたら結構その画家さんのことを知ってないと、まあ全任せするのちょっと怖かったりもするんですけど、まあねそういう風に言っていただいて本当にありがとうございます。なのでまあ今回はですね、そのまあメールの感じだったりとか、まあ、その方がですねすごい優しいというか、すごい丁寧でね、まあ、やり取りしててもすごい気持ちがいいような素敵な方だったので、まあそういう方にねぴったりの、心が広いというか優しいようなイメージで書いていこうと思います。でまあ、初めにね水色系っていうのが書かれていたので、水色系を多めに使っております。でピンクもまあ何でもいいっていう感じだったんで、まあ、ピンクも入れております。でまあもりもりアートでね書いてくださいということで、もう得意分野ですよ、任せてくださいということでね書いていきます。で基本的にこういう絵ってどうやって飾ればいいんですかって言われるんですけど、まあそのままでも後ろにねフックとか、まあ、画鋲とかで留めていただいてもいいし、画鋲に引っ掛けるような感じですねで留めていただいてもいいし、あとはボックス額縁っていう立体的な額縁があるんですよね。なのでまあ埃とか、まあ、匂いとかが気になるっていう人はそういうね額縁の中に入れていただいてもいいかなと思いますね。でこういうねモリモリアートはひび割れとかしないんですかって言われるんですけど、私のねアートはメディウムの割合が9で絵の具が1なので、ひび割れはしません。でアクエル絵の具がね多すぎたりとか、まあ、単体で立体的にするとやっぱりね時間経ったりとか、まあ、乾いたら酸素が入るのでピキってねひび割れするんですけど、この子はねそのままでも大丈夫です。私もね実際自分用に描いたねモリモリアートをここ3年ぐらいかな、ずっと家に、まあ、自分で飾ってるんですけど、その子もね何もカバーせずに置いてても、まあ、特に問題はないです。ただね立体な分、まあ、時間が経つとねホコリもかぶってくるので、定期的にね私は100均で買ったメイク用のブラシでホコリをねパパパッとゴミ箱の上で落としたりとかしてますね。なので、まあ、特にはねそのままでも問題はないかなという感じです。やっぱりね私モリモリアートが結構多いので、立体的なアートじゃなくてもいいんですかって言われるんですけど、もちろんね透明水彩、油絵の具、色鉛筆、パステルとかね、まあいろいろ使えますので、言っていただければそのね画材で描かせていただこうと思います。まあでもモリモリが一番得意かなでまあ受け付けてないのは何ですかって言われると、日本画とか人物画とかですかね。まあ顔彩とかもあるんですけど、やっぱりその日本画専門でやってきたわけではないので、まあ、似顔絵とかもそうで、自画像とかね石膏デッサンをやったぐらいなので、だったら似顔絵のプロに頼んでいただきたいなっていう気持ちがありますね。正直言うと得意ではないです。なので私もね描いてて楽しいなって思える絵がいいですし、やっぱりね人物画になってくるとなんか受験時代を思い出すんですよね過去にね1回だけかな顔描いてくださいって言われたんですけど、ちょっとねそれは似顔絵を専門的にやってくださる方の方がお好みのものがねできるかもしれないです、すいませんってちょっと1回ねお断りさせていただきました。なのでまあ基本的にはこういうねモリモリ画だったり、まあ抽象的な絵、あとはまあ景色とかも描けます。でまあ動物、あと画材ですね、水彩とかアクリルとか油絵とかでもいけますので、ただ油絵の場合はね結構納品までに時間いただくと思います。はい、そんな感じでね、まあ、ちょっと話がずれたんですけど、そのねメールの内容からすごい優しい方だなって思ったので、その優しい景色というかこの広大なね心が広い美しい爽やかな色合いっていうのをイメージしながらね描かせていただきました。ここまでありがとうございます。そしてオーダーいただいた依頼主様、改めて本当にありがとうございました。よかったらね他の動画も、まあ、時間があれば見ていただければ幸いです。じゃあバイバイ。